ゲームボーイアドバンス、イエーイ、ワッフー、ゲームボーイプレイヤー、ニンテンドー、アルファドリーム、マリオ&ルイージ RPG、久しぶり。はい、グラシャです。今、ひしこいと思い出しておりますが、多分ルイージがさらわれてんだろうな、いないから。で、マリオぼっちで、頑張ってルイージのところまで行かなければならないと。そのルイージ君はどこにいるのかと、スタートボタンで確認もできないと。で、一人で戦闘なんてやってられないので全部スルーしていきます。あそこか。おいおい、待って待って待って、ドンキーコング始まった、ドンキーコング始まったよ。ちょっと待って、飛べ飛べ飛べって。え、待って待って待って、ドンキーコング、うっそ。パパ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 パ。トゥルトゥトゥトゥルトゥ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 タイミングが合わないな。1個目は超えられるんだから。1マリオ開けたぐらいの場所から飛べば多分。1マリオ、逃げろ、オッケー。ああ、そう、押します。おお、道が開けた。ハープハープ、おう、おとと、今度はどこ行くんだよ。ああ、おお、すごい意外なところで先に続いた。お、これなんかさ、あのキラキラの部屋だからもうすぐじゃないか。お、ルイージー、巨大愛、巨大愛。おお、こっから続けさせてくれるんだ。なんかなんだろうね、今なんか若干こいつらの操作がラグがある感じがするな。気のせいかもしらんけど、いや、あるわ、ラグ。ちょっと待って、明らかすぎるラグが生じてるな。ちょっとこれは直すべきポイントだな。どうしたらいいかな。あの、動かしてから絵がキー入力をして、あ、なんだ、よし、ブクブクになって、ちょっとこれを読む。水を遠くから飛ばす計算式、ハンマー、 OK。 スプラッシュボンバー、間違えた。では予想、かつてケロッピとケロリーヌのスプラッシュボムなんてものを友人と実況プレイした男。おー、ネズミー。お、いいねいいね。じゃあ水を吐き出して、ポンと、これで、お、最後の扉が、もうちょっとでこのアハハハハデミー終わるような気がするぞ。これ多分戦闘中はかなり深刻なラグとかすんだよな、これきっと。 OK、 やっぱり凹凸レンズだったんだな。おお、開いた。おお、イエーイ。
なんだあれ、準備完了ルール。ゲラゲモーナスもピーチ姫の声をスタービーズにいつでも発射できるでござるルール。ゲヒゲヒ、ついに世界が私の前にひれ伏す時が来たようだね。そうはさせないが、セーブをさせてくれ。キスーパーキノコ、ウフマメ。だけ？いや、まさかそんなだけってことは、何のためにここ来たのか分かんなくなるでしょ。そうだ、ああ届く、びっくりした、なんだ届くじゃんって、セーブもあるじゃん、なんだよ、うふまめ。そう、ボス手前にはセーブポイントがある。このね、ゲーム業界のね、常識的なことをね、俺は忘れていた。よし、ゲヒヒヒヒヒ、ピーチボーイスタート。汚ねえ声だな。なんだ、スタービーンズガチ切れだよ。キャキャキャ、どうした、何事だ、何か我々の予想しなかった事態が発生したルール。ゲッヒャー、つぶらな瞳、緊急事態の時にこの邪魔者の目が、今お前らに構ってる暇はないんじゃ。おー、いい仕事、ゲッヒャー。面白いじゃないか、そっちがその気なら受けて立つまでよ。お前らならキノコ王国まで吹き飛ばしてくれる。おい、待て、あれ、お兄さん、おとと、 Where are you? おーい、どれが本物の私か、あんたらにわかるか。そうだね、まずは回復してくれ。思いのほか HP が足りなかった。ブラザーブロック、全然ダメだ。あ、本物、ははは。これ何か特徴の違いとかあるのかな。ほとんど一緒に見えるもんな。えひゃひゃ、あ、パチモンでした。早い、うわ、毒ってる。構うことはねえ。ああ、マジか、外れだった。だってこの攻撃を全然避けれない状況で、本当にタイミングが分かってないな。で、こっから本家の攻撃いった。やばいよ。キノコ、おい、死にかけ、キノコ、すいません、ちょっと回復にターン費やしちゃった。全体攻撃できるアイテムとかはないのかな、どれかわかんねえな。最後真ん中、あ、合ってた、いいね、いいよ、今殴る時。32ダメージ、オッケー、よし、完璧。お、毒を解消したね。よし、こっから BBA、 いいダメージ、分裂しやがる。ちょっと、まあ、普通に殴ろう。コウモリだった、クソ。せめて法則性とか分かればいいのに。よし、あー、ダメだ。いっとーん、よしよし、来た。でもな、
ルイージのターンにバラしてもな、あんまり意味ないんだよな。なんかパターンないかな。こいつが本物だってわかる要素。わかん。殴れー。来たー。来た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 。間違えた。普通に失敗した。いや、その雷パターン読めてる。殴れる時に殴る。しぶどい奴らだね。私は忙しいんだ。さっさと終わらせてもらうよ。ゲイ。よけ。ジャンプ。ジャンプ。おっと、お、なんだ。なんか激横だな。ちょっとシロップ使わせてもらうけど。ジャンプ。あー弟。あーお兄さん。激ヤグエー。勝った、勝った。あ、勝っちゃった。はっはっは。よーし、お兄さんレベルアップ。勝っちゃったよ。2アップ、いいね。グヒャゲホ。まさかこんなことが。あれ、終わった。ゲームクリア、ゲームクリア。エラゲモーナ様、安心する。ルルル。このマシンでゲラゲモーナのエネルギーさを吸い取る。ルルル。おお、こいつ主を吸い取りやがった。おお、ゲラコビッツ、最後の一撃を奴らに与えているのじゃ。妖怪ルルル。おい、お前いいとこ取りか。ああ、お前そこで吹き飛ばすたもんでダメなんだよ。あ、ロケット弾と一緒だよ。吹き飛ばすもんでまたよくわからんことをするんだよ。え、スタービーンズがピーチ姫の声を聞いた途端急に暴れだした。ピーチ姫の声を聞いたスタービーンズがなぜ暴れたのか、これには驚くべき秘密が隠されているのさ。詳しい話はスターに落ちたスタービーンズを無事に取り戻してきてからにしよう。君たちも早く下のフロアへ。まあ、それで飛べるからいいだろ。こっちたら生身だぜ。ちょっととりあえずなんかないかな。ないかな。よし、読み物があった。派手道か。よし、じゃあセーブして。そう、今回から動画の基本尺を20分から25分に増やそうかなって今思いました。やっぱり RPG タイトルだとどうしても先が長いんで、でこのまま20分単位でやり続けるとおそらく動画数が結構増えてしまうと思われるので、今は多分ノーカットでいけば15分ちょうどぐらいなのですが、それを25分ぐらいまでプレイする形で今後進めていこうかなと思います。では、このブロック苦手だな。すごいゆっくり。検査とかであるじゃないですか、こんな感じ。苦手だ。スーパーキノコ、スーパーナッツ、間違えた。マリオが潰して弟でこのバッテンを取ると豆が出てくる。あ、またすぐなんであるじゃん。いや、お前らも極力無視していきたいんだけどな。よし、なんとか倒したぞ。
回あのあーワープキノコなど使ってられるか。キノコは有り余ってるからいいんだよ使って。レッツゴー。よし、これは敵に当てたらどうなる。外した。あ、何も意味ない。3発撃っちゃって補充して、おい、ドバンスコマンド何も覚えてないかな。グレート、おっとレベルアップ。よし、違うな。ディフェンスたまには上げるか。いいね。ここに、お、そうか、入れるのか。よし、多分ハンマーの方だろうな。発射。何があった？何もなかったよ。多分位置がずれてたんだな。よいしょ、撃つ。違うな。なんだろう、よくわからんぞ。この先に、あ、よし、これでちょっとなんかウイルスソフト的なのが仕事したせいで重くなっちゃいましたが、全部倒す。今なんか音とかもひどかった。よしよし、パターンパターン、ブルースウィルス撃退。あ、意外と早くレベルアップしちゃうもんだね。いいね。サンナップサンナップ。やつのビームを無視して、地下発電室。スーパーキノコ。これはそういうことだな。上にしてハミチョからやってこう。普通に外した。ゴー。あ、先からでやらなきゃダメなんだ。撃て。よし、次。うわ、待って、4匹以内みたいな感じになってないか。遅い。オッケー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 。電気が送られてゲートが開く。よし、あのビームは避ける。スタービーンズがいきなり落っこちてきてびっくりしたっちょ。でもお宝が降ってくるなんてとってもラッキーっちょ。それも怪盗パーニョ様の実力だったりするっちょ。パーニョ様すごいっちょ。新人、えい。お、俺っちの目に狂いがなけりゃあそこにいるのはこの間の赤と緑じゃないかっちょ。
お、今お前何気にスピンジャンプしたろ今。面白くないっちょね、新人。同じ展開のスキーダーヨーダーも戦ってやるっちょ。戦うってそういうことか。ああ、そういうことか。ちゃんとスタービーズに被害が及ばないようにするってわけか。おい、人のもん盗むな。OK。攻撃多いな。ちょっと待ってよ、先にこいつをやらんと、さっき俺のキノコを持ってかれるけど、それをやっちゃうとクッパが殴ってくる。でもとりあえずキノコを奪い返すまではやりたいんだが、使うよね、飛ぶだろ。やば、ナッツ、ナッツは盛大に使おう。で、もう面倒だから先にクッパやらなきゃいかんな。よし、パーニュ様、あいつらやっぱり手強いっちょ。仕方ないっちょね、あの技使うっちょ。お、ブラザーアタックじゃねえか。筋肉バル。あーもうダメだ、笑っちまった。もう明らかにあれは筋肉あーだよ。かわいそう、なかなか身を犠牲にするその動き真似できないよ。あれよいしょよいしょよいしょ。ああ、よ、盗まれた、くそ。筋肉、ちょい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 、いや、兄者のブラザーの方が強いから、兄者のブラザーを使う。 OK。 で兄者を回復。ああ、そういうことする。火吐いて、あっつい、長い。うそ、ダメだよ、ぐちゃぐちゃだよ。ちゃんともう回復。OK。 なんか基本攻撃はブラザーアタックです。あ、やばい、それは避けにくい。あー、ダメだ。ワン、ツー、ジャンゴ。あ、お、いいね、クッパ撃退。こうなったらこいつは多分ちょろい。あ、逃げやがった。レッドペッパー、ギョホホ、ギョホーギョホー。おーい、スタービーンズが捕まれ、お前らも。おー、がんばれハーニョー弟。出したぞ、我が輩はクッパ大魔王だ。落ちた。あー、スタービーンズが割れた。クスアイランド、え、
マリオマリオマリオ、おーい、ママミー、うん、助けろ、助けてあげなよ。さすがジャンプ。よし、それじゃあ一回終わりたいと思います。次回、この新しいクスアイランドでお会いいたしましょう。ではありがとうございました。